日南市の秋を代表する帯町花祭り、今年で32回目を迎え、新日南市になって初の城下祭りです。城下町の風情が今も残る帯を舞台に2日間盛大に開催されます。帯城を中心に早馬シストやシャンマト大会など古式ゆかしい催し物が行われます。新日南市誕生記念第32回帯城下祭りの開会を宣言する。皆様よろしくお願いいたします。ミスお姫様に選定されたことを認定いたします。ギャラリーこだまではベリーダンスのショーがあり、とても盛り上がっていました。本祭はあいにく雨の中で、市中パレードの内容がステージで急遽行われました。一方、小村寿太郎記念館では太平踊りの披露がありました。雨が降ったのが特に残念してすごく感動しました。素敵ですね。男らしいし、もうやっこさんかっこいいかったね。一番最初の下普通はそこの歩くじゃないですか。でもそれが見たかったんですけど、ちょっと残念ですね。でもこれだけ見れたから良かったです。お客さんが多かったんで嬉しかったです。来年はパレードにドーンと出て頑張りたいです。毎年恒例の陸上自衛隊都の城駐屯地音楽部の演奏会や舞踊やダンスなどがありました。
からの旅、城下祭歌合戦決勝大会が始まりました。そして今年のゲスト、山本リンダさんの登場です。雨の中でしたが、思い思いに楽しむことができました。次回の帯城下祭りをお楽しみに。